歌舞伎俳優の中村歌之助、23、が16日までに自身のインスタグラムを更新。父、中村仕官、59、母、三田博子、58、と兄二人との家族ショットを披露した。第二回神谷町小歌舞伎無事千秋楽を迎えることができました。と兄の中村橋之助、福之助と共に出演した12、13日の自主公演を終えたことを報告すると、 出演者らとの集合ショットをアップ。こうして全4回公演を無事に終えられましたのも足をお運びいただいた皆様、応援してくださった皆様、支えてくださったスタッフの皆様、携わってくださった全ての皆様のおかげです誰か一人でもかけてしまえば絶対にできませんでした。本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます、と記した。 僕としては大好きな幸四郎のお兄さんに離れ駒とヨゴロウを教えていただけたことただただ嬉しく、お稽古も幸せでした。まだまだ先輩方の離れ駒ま、ヨゴロウには及びませんが昨年の弁天同様に必ず本工業でまた出会えるようこれからも一つ一つのお役に全力で一生懸命挑んでいきたいと思います、と決意した。また、 今年は昨年からのメンバーに加え小さい時から一緒に歩んできた鶴松くんが出てくださったこと鶴松くんのおつたで初めての父親役である達三郎を務められたこと本当に嬉しく思いますし、胸が熱くなりました、と解雇。初日が来るまでは色々なことに追われ、がむしゃらでしたが今年もいざ初日を迎え、終わってしまうとなんだか寂しいものですね、と綴った。ですが、早くも来年5月1日、 木曜日、二日、金曜日、二大三回公演の開催が決定しています。平日ではありますがゴールデンウィーク真っ只中です。来年もぜひ皆様のご来場をお待ちしております。とアピール。まずは第二回神谷町小歌舞伎これにて閉幕。ありがとうございました。と感謝を述べると、三兄弟の幼少期ショットや父、士官、母、三田広子と兄弟三人の家族ショットなども投稿した。 歌之助の投稿に、フォロワーからは、懐かしいお写真ですね。可愛かった坊やたちが、立派な役者さんに。夢のようですね。素敵な公演でした。といった反響が寄せられている。